金曜日のオアシス We are FC 刈谷。刈谷市の市民サッカークラブ FC 刈谷チーム自らがさまざまな情報を発信するラジオ番組 We are FC 刈谷。 MC を担当する水木です。よろしくお願いします。そしてあれ小崎は今僕は一人でオープニングを撮っています。その理由としては本日大型ゲストが来るのでそのお迎えに行って僕は一人寂しくこのオープニングを収録しております。なのでなんか変な感じだな。あいつの存在意外とでけえんだなっていうのを感じながらやってます。で今回番組ゲストは今皆さんが一番話を聞きたい、新監督村田監督が来てくれることになりました。さあそんなわけで今回もたっぷりと FC 刈谷の最新情報を皆様にお届けしていきたいと思います。水木のマンマークインタビュって感じでやってますさあ元選手の水木がゲストをマンマークして様々なお話を伺うまではがっちり掴んで話さないこのコーナー、今回はなんと FC 刈谷監督の村田監督にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。はい、 FC 刈谷監督の村田和弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、練習後のお忙しい時間にお越しいただきありがとうございます。今日の練習どうでしたか？今日の練習は、スプリントを中心にやったんですけど、みんな積極的に走ってくれていい汗かいてました。あ、いいですね。それではまずは村田監督はどんな方なのかいろいろお聞きしたいのですがよろしいですか？どうぞ。はい、村田監督の現役時代はどんな選手でしたか？身長が高くて、はい、まあその当時は体格も良かったんでその当時は、はい、アグレッシブな、はい、プレースタイルです。あ、そうなんですね、はい、ポジションは？ポジションはボランチとセンターバックをやってました。あ、そうなんですね。僕もボランチとセンターバックやってたんですけど、なんか意識してたこととかってあるんですか？センターバックだと点取る喜びがないんで守る喜びにどうやって変えていくかっていうところを考えてました。ボランチだ。ボランチだったらボランチはですね、まあ、あの出所をカットして、まあ、ミドルだったりアシストだったりってできる範囲が広がってくるんで、まあ、得点の喜びにちょっと近いところがありますよね。あ、1個前行くとやっぱりそうですよね。はい、はい、あの引退されてから指導者を志したきっかけとかってあるんですか？はい、引退する前に2年越しで、韓国の代表のファンボカンって方が、はい、大分で指導されてたんですけど、その人からユースを一緒にやろうというふうな話をいただいて、はい、2年間続けて言っていただいたんで、はい、ここに再就職しようというふうに決めて指導者の道を選びました。へえ、はい、僕意外と周りに恵まれてて、そのファンボカンさんってイタリアのワールドカップの時にあの韓国の初ゴールを入れた人なんですよ。へえ、その人はもうすごく日本でいう数みたいな人なんですけど、韓国の英雄なんですね。そうです、そうです。多分調べてみたら分かると思うんですけど、で、その人の後に今度トップの監督やれたコーチやらせてもらったんですよ。北九州の監督が北九州の小林慎さんと、で、あのテグランドリさん、はい、コーチだったんですよ。オリンピック代表、はい、でそういう人たちの下でやれたっていうのがすごくラッキーなあの環境というか、はい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 、周りに恵まれてたっていうのが。 FC 刈谷の監督としてでもそうですけど、そのサッカーの指導者として、はい、あの目指すサッカーとか理念とかってあるんですか？チームのコンセプトも当然大事にしないといけないと思うんで、まあ、自分の理念もあるんですけど、まあ、あの考えが一致してるとこは
攻守においてアグレッシブに戦うっていうところを目標にしてます。 FC 刈谷の監督のオファーを受けた時のなんていうんですかね、率直な感想っていうか、はい、どちらかというとアカデミーの方が長かったんで指導的に、でここの選手は若い選手も多いっていうことで、まあ、伸びしろはあるっていうような話も聞いてて、真面目なチームだよっていうのも聞いてたんですよ。だからすごくやりがいがあったし、社長だったり、教科部長だったりというのはすごい熱心に誘っていただいて、それ以外の周りの方もいいチームだよっていうふうに言ってみたらっていうふうに言っていただいてたんで、そこでも決心しました。あ、そうなんですね、はい。現在のチーム状況やリーグ後半戦の展望などまだまだお話を伺いたいところですが、ここで前半戦はタイムアップ、ハーフタイムとしてここで1曲、私水木のリクエスト曲を聴いてもらおうと思います。この曲は今のチーム状況にぴったりな曲だと思ってます。ナオト・インティライミでブレイブ、どうぞ。さあ、水木のマンマークインタビュー後半戦です。後半は村田監督に初めてチームの指揮を取った第19節と20節を振り返ってもらいつつ、現在のチーム状況とこれからどのような戦いをしていくのか、そしてファンやサポーターから届いた質問にお答えしてもらおうと思います。まずはリーグ中断明け8月21日にホームで行われた第19節FC 大阪戦についてですが、就任からもう間もなくです、少ない期間で準備したこの FC 大阪戦でしたが、なんか意識したことはあったんですか？まず最初にトレーニングを見させてもらって、フィジカルが足りないなっていうのを感じました。それと同時に個人がどういうプレースタイルをするのか特徴ですよね。いいところと悪いところも当然あると思うんですけど、そういうのをこう色眼鏡で見ないように、みんなをこうちゃんとした目で、いいところ悪いところっていうのを把握できればなっていうふうに思って、3週間を挑みました。で、当然趣旨が分からなくて僕のメニューが理解できない子たちはいると思うんですけど、まあ、そこでは今は大丈夫なんですけど、その当時はパフォーマンスが高い人を優先的にメンバーに決めたっていう形でした。あ、そうなんですね、はい。なんかスタメンを見て、今までやっぱりメンバーに入ってなかった選手とかが出てたり、で今まで主力っていうか、まあ、ずっと出てた選手が出てなかったりで、すごい新鮮さを感じて、この放送後の週末19日には久しぶりのホームゲーム、名古屋港サッカー場で行われるんですけど、奈良クラブ戦があります。どのような試合をしたいですか？そうですね、うちのコンセプトであるアグレッシブに守備も攻撃もっていうのを前面に出して、あと技術の成長のところを少し見せれたらなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ期待してます。ありがとうございます。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここからはファンサポーターからの質問コーナーです。さまざまな質問が届いていますのでお答えください。お願いします。はい、ツイッターで寄せられた質問からです。テリウスさんと上田雄太郎さんの質問がちょっと似ていたので、ちょっと同じ感じで質問します。刈谷市で何かご縁ありましたか？あと来てからの印象、名物料理は食べましたか？はい、姉が2人愛知で就職してたので、はい、たまに来てました。はい、好きな食べ物、あ、違う、名物料理食べてないです、ね、食べてないです、はい。で来てから、来る前と来てからの印象は、刈谷のまだこちらの文化に触れてないので、はい、ほとんど事務所と家の往復です。はい、じゃあ続いて直樹さん、サッカー以外で好きなスポーツはありますか？
スポーツ全般好きです。おお、球技、水泳とか陸上とかも。はい。オリンピックは見られましたか？見てました。あ、いいですね。じゃあ次、赤田スキー通信局さん、就任して2試合若い選手を積極的に起用している印象ですが、スタメンなど選手起用で一番、重要視していることがあれば教えてください。タイミングです。お、今この子を出したら、この子が成長するっていうタイミングに試合を出したり、なんか刺激が今入れた方がいいっていう、そういうタイミングで試合に使うことはあります。めちゃくちゃ、じゃあチャンスはありますね。全員にあると思います。はい、ありがとうございます。では続いてジナーダさん、今まで呼ばれていたニックネームは刈谷ではどうしましょうムーさんって呼ばれてました。ムーさんって呼んでいいですか？あ、ダメダメダメな顔だった今ダメなんかいそれでは最後に、サポーターやファン、刈谷市民に向けてメッセージをお願いいたします。はい、選手は毎日すごくハードなトレーニングをやってくれています。で、少しずつですが成長している姿を、スタンドで見ていただければなというふうに思っています。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。村田監督、練習直後のお疲れのところ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。SC カリアをもう勝利に導いてくれることを期待しております。頑張ります。はい、以上、水木のマンマークインタビューでした。さあ、私水木と広報小崎、ゲストの村田監督でお届けしました今回の We Are FC カリア、いかがでしたでしょうか？ラジオは初めてです。あ、そうなんですね。すみません、初めてを奪っちゃってこのラジオ番組、最後みんなで掛け声をかけて、はい、で終わるんですけど、はい、僕がせーのって言ったらみんなで We are FC カリアーわーみたいな感じで終わるんでそれもいいですか？わーも入れるんですか？わーもできればお願いしたいです、はい、よろしくお願いします。で、次回の放送は10月15日を予定しています。チーム最新情報をお届けする予定です。番組では FC 刈谷や選手への応援メッセージも募集しています。メールアドレス pitch@838.fm か Twitter ではハッシュタグ We are FC 刈谷をつけてメッセージをお寄せください。では、はい、いきます、はい、ふう緊張してないですいきます、せーの、We are FC カリア。やってくれました。ありがとうございます。揃ってました。揃ってたらじゃあ失敗ですね。はい、OK です。うわー、何言ってんだろう。なんかもう自分の言ったことが分かんないです。一人喋りって難しいです。難しいですね。相手がいる、誰かに話しかけてるっていうのがやっぱり話しやすいんですよね。で、答えが返ってきたりとか。そうですね。FC 刈谷監督の村田和弘です。よろしくお願いします。はい、OK です。ありがとうございます。いい声だな。めっちゃいい声だ。いい声ですね。村田監督低くて。歌下手なんですよ。でもすごい喋り声としては。昔は外国人が多かったじゃないですか。で、外国人でかい選手って有名な選手がたくさんいたんですよ、僕らの時代っていうのは。で、その人たちとどう対応するかっていうのをすごく考えたんで、身体だけではもう勝てないんで、どうやってインターセプトしようかとかステップとかどこで入ろうかで、どういう嫌がらせしてやろうかっていうのをすごく考えてましたね。駆け引きだったり。なるほど。村田監督が対峙した選手とかってどんな、ただその外国人にとか、もう本当有名な選手ですよ。グランパスだったストイコビッチいましたし、ストイコビッチマークしてるんですか？すごいですね。ストイコビッチはサイドだったんでね。あ、そうですよね。442のフリーマンでしたね。はい、でレイソルだったらカレカとか、あ、カレカすごい。アントラーズとかね。レオナルドとかあいつらがちょうどその年代だったので、すごい選手たちとやり合ってますね。
はい、OK です。噛んだのいいの今の。あ、あれはいいですよ。それからします。それありがとうございました。え、ありがとうございました。今までありがとうございました。頑張れ、シーカリア。頑張れ、シーカリア。魂魂魂、赤く戦え、赤く戦え。はい。